スポケンです。スポケンです。まず、スポケンはどういうところかというところから説明させていただきます。実際にスポーツビジネスに触れ、自分たちのアイディアや技術をスポーツを通して社会に実装できる学生コミュニティです。次にビジョンとミッションについて説明させていただきます。スポケンのビジョンは、現在のスポーツビジネスに新たな風を吹かせる。ミッションはスポーツ界に若者主体でアクションをというミッションで行っています。で、そもそもスポケンっていうのは、自分が、5歳の頃からですね、サッカーをしていて、その J リーグの下部組織にも所属させていただいて、本当にずっとプロを目指してきた中で、プロという道を諦めて、いろんなスポーツの関わり方がある中で、支えるっていうところに関して、いろいろやっていきたいなというふうに思って、自分が、立ち上げた団体なんですけれども、ここまで3ヶ月の活動と、今後の展望っていうところをご説明させていただければなというふうに思います。この3ヶ月間で立ち上げてから方向性が明確になりました。まずはメンバーが最初は3人だったところから8人に拡大して、だんだんその団体としても大きくなり始めてきています。あとはそのクライアントに対する企画立案というところで、そのバックアップを受けているスポカレさんを通して、プロクラブだったりとか協会さんだったりに、集客に関する企画だったりを立案させていただきました。で、これをやる過程で、ものすごく実際マイナースポーツをメインにやってたんですけど、難しさだったりとか、その現場レベルでの問題だったりもそうだし、その大人の問題とか、いろいろその自分たちにはわからないような問題がすごく潜んでいるなということが、わかりました。で、あとはそのスポケン独自のイベントの企画っていうところに関しても、まだ現状、間段階なんですけど、若者がスポーツをより身近に感じるためのスポーツイベントっていうものを企画していこうというふうに考えています。で、先ほども言ったように、その問題がいろいろある中で、基礎知識の積み上げをまずやっていくべきだなというふうに思って、そこに関しても着手してきました。で、勉強会に関しては、そのスポカレさんももちろんのこと、他のそのスポーツビジネス界の、人たちを、お呼びして、基礎知識の積み上げっていうところを着手してきました。あとはその試合観戦の実施っていうところで、普通のただ単に試合を見に行くんじゃなくて、集客不足だったりとか、設備不足だったりとか、逆にここのクラブはこの点がいいなっていうポイントだったりとか、いろんな、他の人は気にしないようなポイントを、気にしながら試合を見に行くということをしていました。で、今後の展望のところなんですけど、スポカレさんを通さない独自に、企画立案をしていければいいなというふうに、感じておりまして、これまでそのいろいろやってきた中で、まだまだ自分たちは力不足だなというところをすごく痛感したところがあるので、一旦ちょっとその知識のベースの底上げだったりっていうところに、着手して、約半年間ぐらいその期間を設けて、半年後に再チャレンジできればいいなというふうに思っています。で、ここは具体的にどんなことをやっていくかっていうと、女子サッカーで最近そのプロリーグが始まったと思うんですけど、そこに関して、例えば今だったら、そこの女子サッカーのリーグってすごく、そうっていうと、おじさん世代とかがすごく多くて、若者が全然いないみたいな現状があって、他の、マイナースポーツもすごい若者が少ないっていう現状があるんですけど、そこに関して学生なりのバリューを発揮できればなというふうに思っています。で、最後に、スポケン独自のイベントの実施っていうところで、その街中とかで、いろんな人たちがスポーツを身近に感じられるようなイベントだったりを、パラスポーツだったりとか、スポーツテクノロジーとか、いろんなものと掛け合わせながらやっていければいいなというふうに思っております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。